葉山は目的のために絶対お前を倒さなければならないのだ。それで通過点なわけね。ちょ、雪平氏、葉山、葉山、お前が背負っているもののこと聞いた。進級試験で俺を倒せばお前がやりたかったことを続けられる。この勝負はそのための通過点に過ぎないってことだな。そうなるな。人をなめんのも大概にしろよ。こっちはリベンジマッチに来てんだよ。形はどうあろうとお前との真剣勝負ができるって燃えてたんだ。なのに皿以外のことによそ見してんじゃねえぞこら。ああ、勝負に目的はつきものだろう。だいたいお前に何がわかるって。大事な居場所だったんじゃねえのかよ。なのにその場所を守る勝負すらできなかった。そんな情けねえ男に負けるかっての。ユキヒラ、いいだろう。そこまで俺に任されたいなら引導を渡してやるよ。雪平ちんも自分の退学かかってんだけど分かってんのかね。